なんか飲み物もらったで。でも私適当に取ったからあれそんな飲まんやつやった。まあ何でもええよ。ペンギン塗り、ペンギンにな塗ろうと思ってん。で塗っていいですかってリス先生に聞いたらいいよって言ってて、でライオン先生がなんて言うんかなと思ったら、おやさくら何中途半端なことしてんや、行くんやったら一思いに行けっつってて、バリおもろいやんと思って。めっちゃおもろかった。あどうも、あめっちゃおもろかった、めっちゃおもろかったやんっていう話でさ、なんかそう楽しかった。どうもーハート書こう。めっちゃもらったのに書いてないから、さっき。あともうちょっとやねん。ペンギン何色になった？ペンギンな？いいって聞いたら、リス先生はいいよって言ってたから、あじゃあいいやと思って塗ろうと思ってんけど、おい黒島これ汚れていいっつって着てきたけど、よう見てみ、よくどこも汚れてないやでって言われたから、はいどうするんやって言われたから、汚しますって言って。めっちゃおもろかった。一発目になりますねって言って、何でも先陣を切ることは大切なんですよペンギン先生。あ川崎の先生さんギフトありがとうございます。だるまですね、だるま、ここだるま書くスペースなかった。お50カウント完了ありがとうございます。どうもどうも。楽しかった、めっちゃ。なんかめっちゃ楽しかった。思ったよりハケとローラーが重かった。あネモルさんとダテちゃんさんギフトありがとうございます。ハートですね、ハート書きましょう。鼻にペンキつけて帰っとかなあかんやん。確かに鼻にペンキは可愛いのか、ちょっと危ういけどな。可愛いのか疑惑。塗りたかった、もう塗りたかった。私ペンキ、ペンキペンギン先生に塗りたかった。ねもるさんギフトありがとうございます。なあつけたかった。しかもあれやで、帰り際さペンギン先生とさちょっと喋ってたらさ、あれ隣にライオン先生がおったんけど、ライオン先生が、まあ、しっかりペンギン先生に挨拶してきゃって言うてたから、バイバイって言うたら、なんか、まあ、来年じゃあ次4月やな会うのんって、あれライオン先生が言うたから、そうですねって言ってたら、なんかあれペンギン先生がもうおらんかもしれんけどなとか言って、はおらんくなったらほんまにゆるさん、楽しかった。久しぶりに会えた。会えたじゃん。ペンギン、ペンギンちゃん、ペンギン塗りに行っただけ。ああ、喋られへん。楽しかった。めっちゃ。そういえば花束とかもらってたよな。あのショールームで。よし。花束かこ。花束かこっていうか、バラ増やそう。全部バラにしたろ。ここら辺で赤で塗るやん。地球での活動時間が決まってるからな。ペンギン、そうなん？
ペンギン先生おったらあかんのや地球に。かわいそう。かわいそう。ペンギン先生そんなことになってたの。告知してきたらよかった。今日ショールームするんです、来てくださいって。もう言ったらよかった。言ったら来てくれたんかな。今のこの時間って何する予定やったっけ。でもこの時間の配信がもともとなかったか、難しいね。こんにちは。黒島は戻ってまいりました。手を汚してなんか聞こえ方悪いな。楽器かな。楽器やろ。じゃ4月からペンギン先生に会えなくなるの。んーじゃないかもしれへんで。ワンチ